エス、サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。マリンフォード頂上戦争から2年、世界の勢力図は大きく変化していた。海軍本部では戦国が職を退き、新たに赤犬杯が元帥となった。それに先立ち青木地九段は赤犬と衝突、決闘に敗れて海軍を去っていた。また白ひげの死によって空席となった四皇の座は黒ひげティーチが奪い取り、新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方麦わらの一味は沈黙を守り続けた。頂上戦争の後2年後の再集結を仲間に伝えたルフィはレイリーの下で覇気の修行に励む。その間他の仲間たちもまたそれぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。島についてるかな。よっと、早く開いてえな。ヤニーゴはあっちだな。死亡したと聞いていたが、you
てきてやったっての。奴らがいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってた。上げてんなおめえら。フランキー、そのこと2年前、数日前。待っていた。任務完了だ。サニー号には傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらも薄々気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。
結果的に俺たちは助けられたんだ。心に留めとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことをな。君たち、島の状況がせわしなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えて、いよいよ再出発の時だ。よし、残りの奴らを探しに行くか。相手はあの麦わらだ。軍艦を回しとけ。アシニスタを出すぞ。出したみてえだな。船は俺たちに任せて、みんなを探してきてくれ。本物のレディが生息してる。アイニードレディ。海賊クロアシの惨事確認。こいつ、あの時の。心配でついここまで来てしもうた。誰だあのスーパーな美女は。お、ハンコックだ。助かった。ハンコック？七部会の海賊女帝じゃねえか。七部会と知り合いなのかルフィ。ああ、俺ニョウガ島に飛ばされたから友達なんだ。あの女帝と仲良し？おらぁ、おめぇちゃんと修行してたんだろうな。お前、俺なんかな、俺なんか。ルフィ、仲間と無事に会えたようじゃな。いやー、海賊女帝がこっちに恵ませよって、サチゴムゴムの。何やら海軍が騒いでおるな。ルフィの出航を阻む者はわらわが許さぬ。
来たか。ここは俺様が助けてやるとしっか。長者ラップル、賞金は確か…急いで、道を開けてもらえるかしら。ロリーちゃんが近くにいる気がする。ロリッチュは待っててくれ。タッチ、女に近づいちゃダメなのに。おい、あいつなんとかしろ。あとはゾロとグルックが来てねえぞ。タイム
の前にはよくさまよってんだ。もう手出しのピストル。島に一番乗りしたってのに船はどこだ。待ってたっていつ来るかわからねえ。こっちから迎えに行ってやろうじゃない。に船を移動させる機会。急いで対岸の守りを固めろ。軍艦には攻撃の準備を始めるように伝えとけ。軍艦とは見せませんが、わらわが止めてくれよう。マネージャーたちに追いかけられてまして。ブルフ、大スターソウルキングになったのね。戻ってきてくれるかしら。ブルフ、これから荒稼ぎって時に引退なんてさせてたまるか。命はないと思え。
賊女帝、そこで何をしている？任務を妨害する気か？わらわのために道を開けてほしい。そしてそなたたちの船の積み荷もすべてほしい。何をバカなことを。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか？わらわが何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜなら、そうよ、わらわが美しいから。貴様ら、あの島にどれほどの凶悪犯がいるのか分かっているのか？麦わらのルフィならば、わらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。はい、総員撤退だ。よっ、あたら、よっ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 、感謝します。このご恩は必ず。Yeah!
さん、お会いしたかった。これで全員揃ったな。よし、船を出せ。いや、出航する必要はねえ。2年前と違い、バイは正式に海兵になったんだ。おめえをここで捕らえる。この前と変わったのはこっちだって同じだ。ロゴモノ痛いよ。スレイブ A1 ガンダム。こいつ覇気をまとった。感謝します。このご恩は必ず。ロゴモノ痛いよ。スレイブ A1 ガンダム。
がいてみようじゃねえか。悪いな、助かった。無言の理解よ。スレイブエワンドガン。ほんじゃな、お前とはまたどっかで会いそうな気がする。ベイリー、2年間本当にいろいろありがとう。早く行け。エリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。どうじゃ。どこの誰だお前は。ロジャー、すべてが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。すーげー、フランキーかっこいい。おーい、みんな、おーい。またみんな揃った。やったな。